使うとせっ疲れましたね。前走者を認識してません。はい、認識しました。減速開始。はい、車間調整に入りましたね。今一番短い設定になってます。じゃあ新しく入ったんで減速も始めました。ほい、でまた加速。よいしょ、ちょっとバスが入ってくるんで先に行かせます。バス入れます。自分でブレーキ踏みました。復帰ボタンを押しました。あ、バスの方がいいね。 S シャープ、S シャープだと今ね2000回転メーター読み50キロ手前。 I に戻します。新見の前ですね、カッパ橋の。バスに合わせて減速中です。よいしょ。